私は宇宙服を着たタイムトラベラーであり、さまざまな時空と宇宙を旅しています。今回は黄色い惑星に行ってきました。家が見えますが、中の様子が見える小さな穴しかありません。蜂蜜の入った瓶が見え、蜂蜜が漏れ出し、ハエの群れが蜂蜜を食べて瓶の周りを飛び回っていました。蜂蜜はほとんど残っていませんでした。私は彼らに言い始めました。ずっと昔、ハエとミツバチがいて、同じ森に住んでいました。ミツバチは一生懸命蜜を集めますが、冬に生命を維持するためには毎日一生懸命働かなければなりません。ハエはミツバチが毎日一生懸命働いているのを見ましたが、とても怠け者だったので、ミツバチから蜂蜜を集める方法を学ぶことにしました。ハエが蜂を集め始めると、花を守る方法やミツバチの世話をする方法ではなく、より多くの蜂蜜を集める方法だけを考えます。結局ハエはたくさんの蜂蜜を集めましたが、多くの花を破壊し、ミツバチの生活環境を害しました。地球上のミツバチはますます少なくなり、花もますます少なくなっています。彼らは絶えずそれを後悔しましたが、間違いを元に戻すことはできませんでした。それから私はハニーポットを指さしてハエに言いました。私の言葉を聞いてハエは次々と飛び去り、蜂蜜と花を残しました。これらすべてを見て私はとてもほっとしています。なぜなら、この地球上の生き物が自分たちの家をさらに尊重し大切にすることを知っているからです。ご覧いただきありがとうございます。私は宇宙服を着たタイムトラベラーです。次のストーリーでお会いしましょう。